伊バテイ伊イバテから1926年10月22日は、大見国出身の明治時代の実業家、第2代住友総理事である。別市道山中高の祖と言われ、東の足を西の別市と言われた、住友新浜清廉所の塩外問題の解決に当たった。職人など、環境復元にも、心血を注ぎ、企業の社会的責任の先駆者とも言われている。 大海源氏佐々木氏支流伊橋の一族。1847年、大海国家盲軍西宿村に、白田藩大官、伊庭正人の長男として、母、北脇達子の実家で生まれ、7歳まで母方の実家で育つ。陽名は幸之助。八幡田町の小島一郎二剣道を、西川吉助に国学を学んだ。1868年に朝廷に呼ばれた。 吉田たの後を追って上落、京都保職近衛隊に所属した。翌年には、京都ゴルス警報官召喚札となり、さらに同年行政改革で新設された、団状大巡察局京都支部に移動する。この時期に、大村増次郎暗殺事件が起こり、帝王は、上司の指示により暗殺犯の処刑中止に関わる。この件で同僚と共に、東京に召喚されるも、 県大巡察に承認して、長崎出張所に派遣される。明治5年に昇進して、司法省検事になり、翌6年函館裁判所に転勤する。その後、副判事に承認するも、帰京を願い、司法協、大北加藤二次基し、明治9年に、大阪城等裁判所に転勤を命じられる。明治11年、33歳の大阪城裁。 在任中、寛解に失望して辞職、尋ねた王子、広瀬再兵の勧めにより1879年に、住友に入社。3ヶ月後に、本店支配人となった後も、住友家から才覚を高く買われ、様々な役職を経験。1880年に五代、ともあず、山本達夫らと共に、私立大阪商業講習所を設置した。同書は後に、 不立商業学校となった。多数の公職に壊れて着いたほか、大阪防石株式会社の設立にも参画、役員となった。このほか、大阪商船の設立などにも参画した。この頃、知人である堺の伊比水家の子息が、天竜寺で出家した縁で同派の運水が自宅に立ち寄るようになり、ゆり敵水、橋本商店、高木大学らと知り合い、参前に勤める。 1890年、衆議院議員に、滋賀県代表として、初めて当選するも住友友、住友友地下、住友友忠の相次ぐ休止により、公職をすべて辞して、住友家の家督相続に奮闘し、特大事件より、住友友伊藤妹婿に迎えて15代を継がせた。別死動山問題への処置明治20年代半ばから、深刻さを増し、 農民の県庁への直訴騒動が起こっていた、園外問題及び別種道山を舞台とする、住友内部の権力闘争を解決するため、1894年に新浜に赴き、下下島への清廉所移転を計画。当時、下下島は、大島や弓江島の島民の所有地であったが、住友が動いていると悟られるよう、福神の社員に命じて、岩の個人名義で買い取り、 精錬所を移転させた。また、銅山の開発により荒れるがままになっていた西赤石山系の山々に別紙全山を旧の青々とした姿にして、これを大自然に返さねばならないとして、植林を施すなど環境復元にも心血を注いだ。それらの山林を管理するため後の住友林業を設立した。足尾銅山の公害を追求していた田中昭蔵も、 岩の一連の行動を評価し、別紙銅山を、我が国銅山の模範と評した。総理事へ1895年に大阪と別紙から集まりやすいようおのみち市で、住友の重役会議である会議の議長を務め、合議制とするなど、経営の近代化を推進。この時、住友銀行の創設が決まった。1897年1月、総理事心得に、承認。 1899年に、久方を工事着手を見届けた後に、浜織人。この時の句が、五カ年の後見返れば、雪の山。1900年、総理事へ承認。総理事引退1904年、58歳の時に、実業の日本史に、焦燥と、同性と題して、優退を解き、総理事職を鈴木正也に譲って引退。引退後は、 かねてより用意していた滋賀県石山の別荘、勝木園に住まう。大正5年には母親のために滋賀県で初めて自動車を購入し、油産する。1926年10月22日、石山の勝木園にてボス。去年80、滋賀県大見八幡市のイバ一族の墓地に眠る。ありがとうございます。